はい、こんにちは、スペラーサイレンのめちゃんです。ということで、今日は別のことをちょっと始めようと思ってこの動画を撮ってます。街とか歩いてるとさ、落書きとかあるじゃん、壁とかに。なんか結構本当になんかね、絵を描いてってすごい言われるんだけど、シャッターとか、車とか。めっちゃ聞かれるんだけど、今までは、まあキャンバスか紙だけですってやってて、まあこの1週間かな、1週間か1ヶ月、ちょっと期間わかんないけど、もしなんか壁に描いてとか興味ある人がいたらコメントでもいいし DM でもいいししてください。ちなみに何が描けるかって言ったら、もう今回はもう宇宙だけ、宇宙って限定してやりたいと思います。何でもできんのかもしんないけど、自分たちは型紙使うから、なんかでっかい型紙使うのにもうすごい、もうなんか一つの、じゃあ例えば虎描いてって言ったら、フリーハンドじゃないから、まあ一回最初型作って、もうそれだけで多分ね2週間ぐらいかかっちゃうから、虎描いてだけで。でも宇宙だったら今から作るもので、ポンと、いけるんで、今日来て、時間あれば、今日いけるみたいな。考えてないけど、どうすれば、そんなにお金も取らずに、時間も取らせずに、いけるかな、自分何ができるかなと思った時に、あ、宇宙ならすぐいけるな。宇宙なら結構ね、いいクオリティのできると思って、今からちょっとね、もしなんか壁に書いてっていう人がいたら、全然連絡してきてください。シャッターとか、ちょっと宇宙あったらかっこいいなとか、絶対目立つんで、で、その準備をちょっと今からしたいと思います。Let's do it! これがですね、こうなって、おお、できたね。できたね、できたね。こんな感じで、でかいの。OK! ということで、なんかいろんなサイズ、今これ一番でかいやつなんだけど、今みたいな感じでどんどんでかいやつ、ちっちゃいやつか、いろんなサイズを作っていきたいと思います。じゃあ出来上がったらまた出来上がるまで GO! レッツゴー。おお、重い、マジで、何これ、おっ、このでかいのが1、2、3、4、まだね、あとくっつけなくていいようなサイズをいろいろね、作っていくから OK。 じゃこれで宇宙を描く準備は OK です。はい、ということで、いつもだったら、まあ、今紙作ってたんだけど、お茶碗で宇宙のこの惑星を作るんだけど、まあ描いてっていう人とか、でかいの描いてっていう人はぜひぜひ頼んでください。で、どうなるかっつったら、これがね、ちっちゃいバージョンで宇宙をね、どんな感じになるよっていうね。ちっちゃいからこのスピードでいくんだけど、まあでかい多分もっとね、もっと時間かかるからね。惑星の描き方があるんですけど、例えば紙をこうやったらちょっと違うし、ピンク、紫、丸いの作ったやつの代わり、お茶碗の代わりにあれを作ったって感じ。だ。まあこれちょっと単純だね、簡単な感じだけど。はい、こんな感じ。でっかいのに帰ってきてると思います。 OK? ということで、何
関心の持ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオスアミゴス。